私は私ブロニーの働きが突如暴走、一級警備状態に入る。繰り返す、一級警備状態に入る。何事ですか？また機構の暴走、しかも基地内。ブローニャさん、よかった、無事でしたか？委員長、何があったんですか？わかりません。今基地は混乱していて、遠隔通信も使えない状態です。他のみんなは？博士たちは保管庫付近で閉じ込められたようです。学園長とベルトさんは格納庫を封鎖し、ゼーレさんたちは避難の手伝いをしています。キアナとはまだ連絡がついていませんが、他のエリアで敵を迎撃しているかと。どうやら原因を調べたくとも、今はトラブルを先に片付けないとダメみたいですね。ええ、とにかく博士たちと合流することを優先しましょう。保管庫には回収された千人律者のコアがあります。何があっても死守しないといけません。どうしてでしょう。なんだか嫌な予感がします。不安、ブローニャの考えすぎだといいのですが。これは傀儡のコアです。どういうことでしょう。これは人形の能力ですよね。人形？どうして？と出てきます。基地内の気候は全て制御不能になってしまったんでしょうか。事態は私たちの想像を超えているのかもしれません。急ぎましょう。博士、助かった。やっと来てくれた。
一体何があったんですか？どうして基地内の気候が突如暴走を？こっちが聞きたいわ。それに数百個とあったコアが保管庫から丸々消えてなくなっちゃったのよ。コアが消えた。より正確に言うと消散したんだ。警報が鳴った時、僕たちは実験室でリツシャコアのサンプルのマイクロ波分析をしていた。しかしサンプルが突如崩れ始め、エネルギー反応も消えてしまった。何かがおかしいと思った僕とテスラ博士は、他のコアの状態を調べようとすぐここに来たんだが、ここに着いた時、回収した支配のリツシャのコアが全て消えていたんだ。誰かが基地に侵入してコアを盗んだ可能性は？現場の調査を行ったが、その可能性はないと思われる。部屋に出入りした痕跡はなく、保管していた装置も無傷だった。それらの状況からコアは内部で突如消えたとしか考えられない。その後気候が暴走して、私たちはここに閉じ込められたってわけ。自分たちの基地の隅っこにね。こちらからも悪いお知らせがあります。気候の状態は以前リツシャに操られていた時とまるっきり同じで、さらにクグツコアが気候から見つかりました。よかった、みんなここにいたのね。テレサさん、外の状況は？暴走した気候は全て鎮圧したわ。スタッフはみんな避難所に逃げたから、怪我人はいない。子供たちも無事よ。ただ、誰かキアナを見かけなかった？いえ、一緒にいるのかと思っていました。テスラ博士、キアナのリストバンドの追跡は可能ですか？もうやってるわ。は？圏外？リストバンドが壊れたんですか？ありえないわ。この装置は私が作ったのよ。どこにいたって絶対に見つけられるはず。彼女が現実空間にいないことを除いたらね。空のリツシャの力を使って虚数空間に入ったのでしょうか？いや、空間を移動すると力を使うため、急速に上昇する曲線が観測データ上に残る。
ですが、そういった記録はありません。キアナ、まさか。隅々まで探しましたが、見つかりません。でも、キアナの部屋でこれを見つけました。手のひらサイズですが、この見た目はおそらく。人形、しかもまだ壊れてない。人形、またソルトレイク基地に現れたの？ちょっとあんたたち、勝手に話を進めないでちょうだい。千人律者は復活したとか言うんじゃないでしょうね。散々苦労してやっと全部倒したっていうのに。今度は何よ。これはどういうこと。この人たちは。なんだかみんな少し様子がおかしい。この人、料理してたのに急に包丁を人に向け始めたわ。あちらもスピーチの途中で急に止まってしまいました。呼ばれても反応がありません。みんな自我を失ったみたい。待ってください。知っている顔があります。知ってるに決まってるわ。これは人形の宿主たちよ。ここ数週間、私たちはずっとこの人たちの状態を監視してきたでしょ。今まで何ともなかったから正常に戻ったと思ったのに。なのにどうして、どうして一気に数百人もの人間が。テスラ博士、受け入れがたい事実だが、全ての辻褄が合う結論は一つしかない。大獣律者は再びやってくる。ちょっとボサ頭、どうしてそう落ち着いていられるわけ。まさか前々からこうなるって予想してたの。いや、僕も驚いているさ。ただコアの結晶を分析していた時から常に最悪な状況が起きる可能性も考えていたんだ。最悪な。ああ、外部からのプレッシャーがある中、僕たちは千人律者による災害がひとまず収束したと宣言し、名手もその後の処置で奔走している。しかし、それはあくまで観察から得た推論に過ぎず、確かな証拠ではない。何しろ敵が船体のみであり、
増殖も再生もできないとは誰も明言していないからね。全て僕たちが全文明の記録をもとに推測した結果に過ぎない。もしその全てが僕たちの一方的な願望でしかなく、そして千人律者も僕たちを意図的にそう誘導しようとしていたら、それっておとり作戦はむしろ相手がそう仕向けさせた罠だってこと？でも数字的に千人律者のコアのエネルギーレベルは通常律者の千分の一しかなかったのよ。ごまかす方法はいくらでもある。例えば人形の数は1000を少し超えただけの1001体だったり、そしたらエネルギーの差はほぼ生まれない。それにそれぞれのコアから観測できた崩壊エネルギーは完全に一致していたわけではない。そうなるとその違いはますます曖昧なものとなり、機械を騙すこともできるだろう。もしくは人形は支配の律者が持つ力の付属品に過ぎず、本物の支配の律者はまだどこかに隠れているか。一つでもコアがあれば律者は消滅せず、しかも全ての仲間を復活させることができる。千体の個体を犠牲にして一つの個体のためチャンスを作る。そんなこと本当にできるの？全文明の千人律者はそれほど綿密な計画を持ち合わせてはいませんでした。律者たちもまた進化していることを認めなければならないでしょう。もしかしたら支配の律者はこれまでに出現した全ての律者の中で最も人間性の強い律者かもしれません。自分が弱いから正面突破では勝てないと知っているからこそ最初から捨て身の戦法を取ったのではないでしょうか。わざわざ目くらましを使ったのもその一環です。律者の目標は最初からキアナだったんだと思います。錆びたランタンから煙が出て、暗闇の中で子供が騒ぎ、観客たちは拍手しながら笑い、異色の瞳が外に落ちる。ソルトレイク基地が襲撃される前に発見したチケットだけど、その予告にあった異色の瞳ってやっぱりキアナのこと？ブローニャはそう思います。あの時はリスクを避けるためブローニャとゼーレだけが基地に残ったので奴らの計画は失敗しましたが、
でも人形たちは諦めていなかった。ずっとチャンスを伺っていた。だから僕たちがおとり作戦を決行したとき、奴らは罠だと知りながらやってきた。奴らにとってどんな代価を支払おうとも、キアナが北極収容所に送られることは阻止したかったんだろう。そして僕たちの気が緩み始めた頃を見計らい、気候を暴走させて基地内の電磁障壁を解除し、支配劇場へのつながりを可能にした。あとは前回果たせなかった演目をなせば、何もかもがチケットの予告通りになります。本当に悪趣味な奴らね。つまりキアナはすでに支配劇場にいるということでしょうか。今の状況からしてその可能性は高い。厄介な敵です。奴らは弱点を隠し、自らの強みを発揮する術を心得ています。ブローニャたちは千人律者の力を甘く見ていました。で、これからどうすればいいの？もう一度人形たちを倒してコアを回収するとか。そんな時間まだ残されてるかしら。または前回と同じように私たちを支配劇場に入れるよう人形たちを誘導しますか。いや、2週間かけて千人律者は僕たちの警戒を緩めた。しかし同時に僕たちはこの2週間で以前はできなかったことができるようになった。今回もこちらから仕掛けよう。僕たちの力で支配劇場に入るんだ。私は闇。珍しい客だな。どういう風の吹き回しだ、ライデン・メイ。ビクター、客と二人で話したい。まだ言うな。
当ててみる。そうだな。さてはやっと私の身体検査を受ける気になったんだな。賢い選択だ。あんたにとっても私にとってもこの世界にとってもな。よく考えてみろ。人類の意識が主導権を握る律者だ。あんたは羽の生え揃っていない雛鳥とは雲泥の差がある。あなたのくだらない話を聞きに来たわけじゃないわ。それは悲しいな。こちらは心からそう思って言っているのに。ベネベントの古城火事、バレンシアの海洋事件、それにカイロの遊浴時、いずれもヨルムンガンダの記録にある特殊個体。あなたが興味を持つものでもあるでしょう。ああ、そいつらは他の人形との接触を拒み、常に単独行動をとっていてな。奴らの思想に不純物が混ざった結果だろう。それが宿主によるものか他の影響によるものかは知らないが。何せ支配の律者に選ばれた人間は千人もいる。その中に変わった奴が混じっていたとしても何もおかしくはない。そう思わないか。全部あなたにあげるわ。無論ただじゃない。そうだろ。この3つの特殊個体から千人律者に対するあなたの研究成果が欲しい。これは取引よ。受け入れるか断るか答えて。これほど魅力的な条件、断る理由などないさ。ついてこい。あんたも知ってると思うが、千人律者の能力は支配、他の律者コアの力を奪い支配することだ。奴らの個体は多く、いずれも力が弱い。だが組織として互いに協力し合い、機を伺って行動することができる。全文明起源の大獣律者はそういった支配の力を持っていなかった。まああんたみたいに崩壊と対立する律者もいなかったがな。奴らはまるであんたたちに対抗するために生まれたみたいだ。
律者を獲物とし、その力を奪い封印し、そして自分のものにして成長し続ける。でも一つ腑に落ちないことがあるわ。言ってみろ。律者の力を奪うことが目的なら、ヨルムンガンドが最初に狙われたはずよ。私の他にヨルムンガンドには3つの律者コアが保管されているもの。人形の力をもってすれば組織内部に入り込むことも決して不可能じゃない。でも千人律者はそうしなかった。その上、私が支配劇場に入った時、私のことを予想外の客と呼んでいたわ。その後接触もしてこなかった。矛盾してる。うん、理にかなった推理だな。お世辞はいらない。まずは律者コアに関する質問に答えよう。また私の推測になるが、支配の律者が奪えるのはコアの力であって、コア本体ではない。だから奴らにとって容器を持ったコアの方がより高い価値を持つ。容器のないコアだと使える力が限られてるから。その通りだ。完全に使用できないわけじゃないが、誰かが代わりにその代償を払ってくれるなら、奴らは喜んでそうするだろう。それなら私は奴らにとってもっと大きな意味を持ってるはずよ。でも千人律者は最初から私を攻撃するつもりがないみたいだった。私が自ら劇場に入った時も行動がかなり消極的だったわ。今になって思い返してみると、わざと分かりやすい誘導をして、私が律者の力を使わないよう警戒心を強めさせたんじゃないかしら。まるである事実を隠すために。奴らは雷の律者の力を奪えない。それがあんたの欲しかった答えだろ。やっぱり支配の律者が力を奪う過程だが、実際は力と力のぶつかり合いに過ぎない。まさに弱肉強食。敗者を自分たちの支配下に置くのさ。しかし、もし相手が自分たちよりも強い力を持っていれば、そのダッシュは抵抗され、両者の力比べとなる。そして支配の律者がその対決で負けたら、
何が起こるかは分からないが、奴の行動が答えを示唆している。人形一つ一つの力はあまりにも弱い。そんなリスクを背負えはしないだろう。奴らには分かってるんだ。あの半人前の律者たちにはできないが、完全覚醒したあんたなら奴らに勝つ可能性があると。少なくとも今はな。それこそ私があなたのところに来た理由でもあるわ。支配の律者はまだ消えてなんていない。私はそう感じるの。支配劇場は誰も知らないところでまだ存在してる。人形と人形の間にはリアルタイムで情報を交換する未知の手段があって、それを使って感覚、情報、奪った力を共有してるわ。千人律者は見えない糸でつながっていて、それが巨大なネットワークを織りなし、全ての個体、そしてあの支配劇場につながってる。それなら私たちもそのネットワークを利用して奴らの劇場に行けるはずよ。奴らが強くなってしまう前に。ライデン・メイ、私たちは案外気が合うかもしれないな。入れ。ここは？あんたの欲しかった千人律者のネットワークに接続できる装置だ。で説明するより目で見た方が早いだろう。少し離れてる。あ、失礼。あんたなら怪我の心配はいらないな。渡りガラスの任務報告を見たが、あんたたちはあのおもちゃみたいな人形と接触した後、支配劇場に引きずり込まれた。そうだな。ええ。そして私たちが支配劇場を出た後、人形は壊れた。接触という行為はある種の信号かもしれない。それなら接触の形を少し変え、さらに回収したコアを通して信号を出力すれば。外部から支配劇場の扉を開くことができる。
見えたか。一瞬糸のようなものが見えたが、あれが空間の隙間だ。まだかなり弱く、持続時間も短い。そこでこういったコアが必要になる。前にも言ったが、これらの特殊個体の行動は異常で、集団の輪からはみ出ている。おそらく他の人形も奴らを異常者だと思ってるんだろう。だからこそ細工がしやすく、気づかれることもない。この三つのコアを使えば足りる。二日くれ、完璧なものにしてやる。長すぎる。あんたにはわからないと思う。やることがたくさんあるんだよ。隙間の大きさ、位置、持続時間の固定化、それらは一気にできるわけじゃない。時間が必要だ。一日しか待てない。人の話を聞いてたか。ん？ライデン名、この子はさっきあんたから渡された時よりも小さくなっていないか。コアが消えてく。おい、何をする気だ。装置を起動して、今すぐに。ダメだ、今はタイミングが最悪だ。唯一のタイミングでもあるわ。この操作台で合ってる？正気か。ごめんなさい、あなたの操作を見て覚えたわ。協力ありがとう、クリオ博士。あんたの体は貴重な実験材料だ。傷をつけるな。必ず無傷で戻ってこい。はあ、まったく。おとなしそうな顔をして、こうも向こう見ずな行動をとるとは。それとも今の世代の律者はみんなあんな感じなのか。世の中変わったな。うまくいったわ。景色が前と違う。ここは劇場の外周かしら。
招かれざる客、招かれざる客だ。立ち去れ、立ち去れ。ここはあなたを歓迎しない。知ってるわ。歓迎されてないからこそここに来たんだもの。あなたが支配劇場に入る資格はない。他の客を招待しないといけないんだから、邪魔しないで。邪魔しに来たのよ。そんなに慌てて私を追い出そうとしてるのは、私が怖いから？怖い？世間知らずの小娘なんて怖くない。あなたには自分の意見がない。いつも誰かに従って、誰かに頼ってる。その律者の力も奪っておもちゃにしてやる。いいわ、やれるものならやってみなさい。ネチして鬱陶しい。先陣一つ切る。劇場に近づくほど怪物が多くなる。人形もどんどん出てくるわ。来年のごとく早く。現役してるというより時間稼ぎをしてる。この支配劇場に他にも誰かいる。その顔、もう気づいたんだね。嫌な予感がしてるかな。誰なのか知りたいよね。でも教えない。あなたが律者の力をくれるなら教えてあげるけど。そしたら二人の親友の力を使って彼女に歴史的な再会を味わわせてやる。キアナちゃん。あ、当てられた、当てられちゃったよ。うっかり口を滑らせた、滑らせた。でも大丈夫、もう手遅れ、間に合わないよ。彼女はもう舞台に上がった。あなたは観客席からただ見てることしかできない。一番大事な人なのにね。むしろ大事すぎて自分の意思も捨てるほどだったのに。
あなたの人生には彼女しかいない。彼女から離れたらあなたは何もできない。けどそれでどうなった？結局のところ彼女は危険な目にあった。あなたは何を守ったというんだ？バカみたいに誰かが敷いた道を歩いて全てを捨てたのに、彼女のために稼げた時間はたったの数週間だった。それなら最初から離れなければよかったのに。そもそも離れていなければ一緒に死ねたものを。よかったよかった。これがあなたの本望なんでしょ？それがあなたたちにできる最大限の悪態なのかしら。大したことないわね。なんだと？あなたたちは最初から一つ勘違いしてるわ。今日に至るまで、たとえ私がそばにいなくても、彼女は強くなることができた。彼女が私のそばにいなくても、私は迷わず進み続けることができた。だって、私は彼女がどんな選択をするかわかるし、彼女も私の決心をよく理解してくれてるから。距離や立場で変わることじゃない。互いを信じ合ってるからこそ、私たちは私たちの選んだ道を歩き続けられる。別々の道を歩むことになったのも、違う方法で完璧じゃない現状を私たちの望むものへと変えようと思ったから。綺麗事ばかり。当時のあなたはそんなこと一言も言ってない。確かに私たちの別れは急すぎた。今思い返せば、もっといい別れ方があったかもしれない。でも、何があろうと、私は同じ一歩を踏み出す。そうでなければ、ここであなたたちの結末を見届けることはできないでしょう。あなたたちはキアナちゃんのこともハイペリオンのみんなのことも知らなすぎた。そして同じように私のことも何も知らない。刀は鞘から出た。Thank you.
こいつ前に得た情報と全然違う。影で人違いだった。あなたたちの情報が古すぎるのよ。早く。それともヨルムンガンド内部に潜入して情報収集するの怖かった？先陣一つ切る。彼女がそばにいなくてもいいって言ったくせに、どうして彼女を探そうとした？彼女に何かしようとするあなたたちを邪魔しに来たに決まってるでしょ。くそ、私たちみたいな力の弱い律者をいじめて恥ずかしく思わないのか。全然。よくもまあそう潔く認められるな。もういい。幸い千人分の知恵があれば窮地だろうと抜け道を見つけられる。同じ目標のためには犠牲も厭わない。みんなそういう覚悟はとうにできている。それが私たちのやり方だ。トカゲの尻尾切り聞いたことない？ここを支配劇場から切り離す。そのまま現実に戻るといいよ。あなたがどれほど強い力を持っていたとしても彼女の元にはいけない。小細工ばかり。褒めてくれてありがとう。それなら相応の代価を支払う覚悟もできてるわね。おや、怒った？怒ったよ。他に方法はない。ここで全力を出さないと。絶対の自信はないけど、それは向こうも同じはず。タイミングを見極めて仕掛ける。今私たちを攻撃しても意味はないよ。でも痛いのは嫌だ。だからこれ以上戦うというなら私たちも最終手段を使うしかないよ。最終手段？お楽しみに。こちらから支配劇場に入る？
そんなことができるんですか？ゼーレ、僕と一緒に説明してくれ。はい。実は前回、ゼーレとブローニャお姉ちゃんが支配劇場から逃げた後、アインシュタイン博士にそのことで相談を受けました。ゼーレが支配劇場から脱出した方法を分析して、現実から支配劇場に侵入する経路の算出を手伝ってほしいって言われたんです。その後、僕たちは千人律者を倒したが、支配劇場の所在が不明なままでね。やはり安心できなかったんだ。で、支配の律者には空の律者のように現実世界で任意の場所に劇場の入り口を開くことはできないのだと気づいた。現実のビーコンに頼らないと入り口を開けないみたいです、地図に画鋲を刺すみたいな。事件現場に残された人形は千人律者のビーコンなんだ。人形の体内にあるコアを通して現実を支配劇場につなぐ仕組みになってる。つまり先ほど発見した人形を起点にすることで支配劇場に入る通路を作り出すことが可能というわけだ。それを実現させるには大量のデータ収集と演算が必要でしょ。今そんな余裕はないけど。だからリスクを承知でこの近道を試すほかない。ゼーレは支配劇場に3回も入ったことがあって、そのうち2回は自分で脱出しました。その経験を生かせば正しい位置をより早く探し出せるかもしれません。ゼーレ、大丈夫なの？わかりませんが、やってみる価値はあると思います。基地にはまだ支配の律者の影響を受けた人がいるかもしれない。直ちに行動しないと。これはキアナを救う方法の中で最も勝算のあるものだ。他に方法はなさそうね。すぐに始めましょう。またあなたにお願いすることになるね。だってあの2回も全部あなたの力のおかげで助かったんだもん。力を合わせて一緒にキアナを助けよう。は？まったく。はあ、この子、人使いが荒くなったわね。その成長に私は喜ぶべきかしら。まあいいわ。緊急事態だし、多めに見てあげる。全部片
片付いたらこの借りちゃんと返しなさいよ。どうすればいいの？このヘルメットをかぶればいいのかしら？機械はよくわからないから、とりあえず直感で間違った選択を排除することしかできないんだけど。ああ、問題ない。はいはい。見つけた、そいつよ。そいつの位置を私たちの現在座標と接続、位置を固定して重ね合わせれば。支配劇場につながる道です。状況はどう？無事に到着しました。前に入った時と同じ支配劇場です。でも通路が不安定なため、一人ずつ入らないといけません。次は私に行かせてください。何があった？まずい、厄介な奴らよ。侵入に気づかれたわ。奴らは内部から扉を閉じ、外部の訪問者を拒否してるみたい。前はこんな臨機応変な対応をしなかったのに、中で何かが起きて警戒を強めたのかもしれないわ。ねえ、ちょっと待って、ボス頭、早く来て。こっちにも異変があった。監視中の人形の宿主全員、バイタルサインが低下してるわ。ほぼ同時刻に意識不明に陥ってる。さすがに異常よね。どうなってんのよ。大充実者、一体何をしようとするつもり？
地で人形による騒動も起こり始めた。どうやら僕たちと決着をつけるつもりだ。ゼーレ、それにロザリアとリビア、まだ戦える人たちに通達して直ちに出撃するわよ。知られた。今私たちにできることは彼女たちを信じることよ。ブローニャとフカがキアナを見つけて無事に帰ってくる。だから彼女たちが帰ってくるまで私たちがこの世界を守らないと。ここは博士たちに任せましょう。今は私たちにしかできないことがあるんだから。ゼーレ、わかりました。隙間が急に消えました。博士たちとの通信も切断されています。敵が私たちに気づいたのかもしれません。急いでキアナを見つけましょう。はい、ジーソーウサギがキアナのリストバンドの信号を追跡中です。見つけました。やはりキアナは支配劇場にいます。この空間はかなり混沌としています。地図もなく、おおよその方向しか分かりません。大丈夫です。その方向を目指して進みましょう。見たことがありません。了解しました。気をつけてください。操られた敵とは違います。もっファイヤー。奴らからはもっと不気味な気配を感じます。
目標捕捉ファイヤのせいでしょうか。この階段無限に伸びているような気がします。気のせいではありません。空間そのものが伸びているようです。劇場の主はブローニャたちをここに閉じ込めようとしているんでしょうか。別の出口を探しますか。このまま進みましょう。登り続けてるのに疲れないのか。どうして立ち止まらない。こんな無意味なことをして何の意味がある。やはり終わりのない階段を作るのはあなたたちにとっても大きな負担だったようですね。あなたたちの標的はあくまでキアナです。邪魔されないようブローニャたちを閉じ込めるにしても、こちらにあまり力を割くことはできません。だから同じ階段を作ってブローニャたちに無限という錯覚を与え、諦めさせようとしました。ブローニャの考えは合っていますか。これだから断りの律者は嫌いだ。律者の力を使えなくなったというのに面倒なやつめ。断りの律者が引き継いできたのはコアではありません。信念です。あなたたちには一生かけても理解できないでしょうけど、ああそうだ、その通りだ。私たちはあなた以下、あなたにはかなわない、そう言いたいんでしょ。でもいくら見下されようと、私たちはすごいことを成し遂げた。どんな手段を使おうとも、私たちは必ず勝利を手にする。私たちだよ。私たちは自分の命をもう一人の私たちとつないだ。機動力は下がるけど、これであなたたちも手は出せまい。卑怯です。構わない。
どんどんやっていいんだよ。私を殺して私を殺せばいい。私たちは弱い。だから簡単だよ。ただ一撃でパッと消える。あの私もおしまいだ。どうして、どうして攻撃を止めた？防戦一方じゃ私たちは倒せないよ。仲間を助けるんでしょ？私を殺せばいいじゃない。さあ来て。今までは計画のため我慢してきたけど、本当はずっとこうしたかったんだ。あなたたちの今の表情を見れて最高だよ。ほら見て、これが偽善者の弱さ、無力さだ。何の価値もない。人質がいる限り、あなたたちは仲間の死をただ見ることしかできない。かわいそうなキアナ、ブローニャさん、何か策はありますか？まずは攻撃に耐えましょう。きっとチャンスはあるはずです。我慢比べですか？私の得意分野です。奇遇ですね、ブローニャもです。こうして誰かと背中を合わせて戦うのは久しくありませんでした。悪くないでしょ。そうですね。きっと今頃キアナも必死に戦っています。ここを突破して助けに行きましょう。ええ、そうですね。待っててください、キアナ。どうだ、どうだ、懐かしいでしょ。それの持ち主は覚えてる？どうしてここにあるかわかる？プレイグジェム？そう、そう、心の中にある答えを言ってみて。村田姫子はもう死んだんだよ。おい、耳が悪くなったのか？それとも言葉がわからない？それか絶望して考えることをやめた？
村田姫子は死んだ死んだ死んだんだよ。聞こえてる？何の反応もない。ちょっと冷たすぎるな。じゃああんたたちが想像してた私はどんな風に反応する予定だったの？泣き崩れて嘘だって何度もわめいてた。それとも気が狂っておかしくなって自分を傷つけることで罪から逃げようとしてた。それなら失望させちゃったかもね。な、そんなはず。おう、わかった。まだ我慢してるんだ。現実を受け入れようとしてないんでしょ。嘘だと思ってる？これが偽物だと思ってる？必死に落ち着こうとして何ともないふりをしてる？いいよ、これの力を思う存分味わってみるといい。逃げるな、隠れるな。これは大好きな先生が使った力だよ。知ってる？これを発見した時、虚数空間で寂しそうに浮いてたんだよ。おかしいね、シンクの装甲に埋め込まれてたはずなのに、彼女が持ってるはずなのに、一緒にいるはずの人はどこに行ったんだろうね。知ったこっちゃないけど。本当は分かってるはずだ。あの日彼女は死んだ。あなたに殺されたんだ。でもあの戦闘がなくても彼女の体はもう長く持たないと分かってたはず。彼女は普通の人間。虚数空間から逃げるどころか自分の存在を維持することすらできなかった。だがあなたはその事実を受け入れることを拒んだ。また誰かが助けてくれる。起こるはずのない奇跡を、許されない罪が許されると妄信してるんだ。やっ、今こそ裁きの時。ピンポン。注文した出前ですよ。どうして？おかしい。こんなはずじゃなかった。こんなはずじゃなかったよ。プレイグジェムはもっと力があったはずなのに。今だ。どこだ、どこに行った？大事なお客さんはどこに行った？あんたがどんな反応を望んでるかわからないけど、姫子先生の私に何をしてほしいか私にはわかるから。奪われた、奪われたよ。正義の味方のふりして人から物を奪うとは。泥棒、強盗、死刑だ。もういい。そんなにプレイグジェムが欲しいならあげるよ。ただし代価を支払ってもらう。何？あなたは仲間になることを拒否したんだ。
残念だけど、もう一人のお客さんを招待することにした。私たちの最初の標的は彼女だったけど、彼女を解放する過程はうまくいかなかった。全部あなたのせい、あなたのせいだ。口ではあんなことを言って強がってるけど、あなたは自分を騙せない。私たちがプレイグジェムを取り出した瞬間、あなたの心、あなたの魂は確かに嘆いた。彼女がその隙を見逃すわけない。そうでしょ。そうだ、あの時、あのオットーとかいう天命の主教もあなたに同じことをしたでしょ。彼女の意識を呼び覚まし、そしてジェムを渡す。それがどういう結果をもたらすか、みんな知ってる。あの時の最上演とでも思ってみて。さあ、出番が終わった役者はおとなしく退場するがいい。この後、次の演目で主役となる者の登場を歓迎しよう。歓迎するよ、空の律者シーリン。ここはまだ支配劇場の中にいるの。でも人形の姿は見当たらない。意識を失う前、私は空の律者、鏡の中に何かが。やっぱりそういうことか。どうやらお前には何か分かったみたいだな。空の律者、久しぶりだな、私の妖気よ。私はあんたの容器なんかじゃない。前回お前と会ったのはまだ天球士にいた頃だった。こんなに時間が経っているのに、お前のあがく姿は少しも変わっていない。キアナ、どこへ逃げるつもりだ。結局お前は痛みに負け、心の隙間の前で私の前でひれ伏すことになる。私はもうあの時の私じゃない。あんたに屈しない。よく言う。お前が動揺していなければ、私がここに現れることも、この体を支配することもないはずだ。
お前は私に直面することを恐れ拒否した。それこそお前が私を心の奥に隠した理由だ。しかし今お前は負けたのだ。私の鎖はすでに解き放たれた。もう誰も邪魔しに来ない。お前が今までしてきたこと、その努力も全て無駄だ。どうして支配の律者を手伝うの？手伝う？あんな傀儡を私と一緒にするな。奴らを救いようもない敗者、悲しき虫けらだ。理解しがたい言葉をつぶやき、その一挙手一投足からはお前と似て弱者の気配がする。あんな奴らが勝手にやってきた。私を助けるなんて口にする姿、実に面白かった。だが、茶番を演じるチャンスくらいは与えてやらなくもない。だがまさか、奴らが本当にお前を私の前に連れてくるとは予想外だったけど、本当ことを言うと失望した。お前は奴ら以下ということだ。私に陽気だと呼ばれたくない半身よ。前置きはこれで十分。自分の人生を振り返る最後の時間を大切にするといい。来いキアナ、ここは私とお前の劇場、勝者のみが立てる舞台だ。おとなしく支配されるがいい。これはお前の逃れられない運命だ。その態度、不愉快だ。私はお前の束縛を破り、コアの主導権を奪った。全てはまるであの日の再演。あと少しで私はお前に取って代わり、この体の持ち主となる。そしてお前はひねりつぶされ虚無となり、意識のかけらすら残らない。しかしなぜお前は少しも慌てず、恐れず、絶望しない？
う日がいつかやってくるって分かってた。どんな封印も永遠に続くはずがない。決断する時間を先延ばしにしてきたに過ぎない。あんたと私、いずれ決着をつける日がやってくる。私たちは水と油みたいに相入れない。譲歩も妥協もできない。和解の可能性がないならこういう形しかないんだ。勝った方が残って負けた方が消える。今さらお前に勝つ可能性があると思うのか。お前には無理だ。苦しい記憶も思いかせもお前は捨てられない。逃げたくとも泥沼の中にどんどんはまっていくだけだ。なぜならこの体はただの容器であり、その魂はあまりにも重い。お前では背負えないほどに。そして私は私のものを奪い返すまで。研究士で私はあんたから逃げられないってあんた言ったよね。その後私はずっとその言葉の意味を考えてた。あんたは誰、私は誰って答えをね。哲学的な話に付き合う暇はない。私は空の律者シーリン、そしてお前は実験体 K423。 分かりきったことだ。だから全て律者がしたこと、お前の責任ではないし、お前のせいでもない。それはお前が仲間たちと慰め合うときにいつも使う言葉だろう。違う。確かに認めようとしなかったのは事実。でもそれを受け入れてこそ私は完全な魂になれて、あんたと対等に戦える可能性を手にできる。私はあんた、私たちはこの体に存在する二つの意識、シーリンの願いによって生まれた二つの存在。私もあんたも、シーリンの延長だよ。何を言うかと思えば、今さら自分がシーリンだと名乗るのか。わけのわからないことを考えて頭がおかしくなったようだな。いいだろう、見せてもらおうじゃないか。お前がシーリンならお前はどうやってその願いを叶えて彼女が壊せなかった世界を壊すんだ。そう、それこそあんたが今まで使ってきた手段だよ。あんたは自分のことをシーリンだと言って悪意と憎しみを吐き出してきた。そういう方法で私と本物のシーリンを遮って、私が自分の正体を見つめる機会を妨害してきた。でもそれはあんたの願いであって、シーリンの願いじゃない。
彼女の夢には激しい闇があったけど、温かい光もあった。複雑で矛盾した感情が彼女の中で入り混じって、なのにあんたは憎しみだけを見せた。ちょっと過去の記憶を見ただけで感情移入したのか。いいだろう、ちゃんと話し合おうじゃないか。希望、信頼、人類はそういう言葉を口にするのが好きだな。何度も嘘を繰り返す。あの真面目そうな研究員たちは希望という名のもとにシーリンを連れて行ったくせに、彼女を地獄に突き落とした。憎しみの種はあの時にすでに撒かれたんだ。シーリンが二度と他人を信じなくなったのは人類自身に原因がある。でもそこで彼女はアブローラ、アガタ、それにベラと知り合った。これはシーリンがあの実験室で出会った友達の名前。彼女が最後まで心配してた名前だ。シーリンは彼女たちのことを忘れてなんかいない。崩壊はシーリンの心を引き裂いたけど、彼女たちの姿をシーリンの心から消すことはできなかった。彼女たちを思い出すたびにシーリンは悲しくなる。最後まで彼女はみんなとの再会を望んでた。しかし彼女たちをシーリンから奪ったのも人類だ。あの子供たちは皆バビロン実験室の犠牲となった。彼女たちは死んだ。もう二度と生き返らない。たとえ死の律者の力をもってしてもできないことだ。何もなくなったシーリンには復讐しかなかった。彼女は神から授かった力であの地獄を血で洗い、悪魔たちが受けるべき審判を下した。あそこには無実の人間もいたが、シーリンにはどうでもよかった。彼女は自身の痛みを遠慮なく他人に与えた。彼女はもう人類の仲間を辞めたからだ。でもそんな時でも誰かが彼女を助けようとした。テレサのことか。彼女は綺麗事ばかりでシーリンの気持ちを理解しようとしなかった。それともジークフリートのことか。彼はただの弱虫、他人の言いなりになって優柔不断で何もできなかった。そう、頭数の一つとして数える価値すらない。セシリアに関してはシーリンに何らかの感情を抱いていたかもしれないが、憎しみの前で愛はあまりにも無力だ。世界は彼女を許さない。彼女もシーリンと戦うしかできなかった。
彼女たちはシーリンを殺した。それがお前の言った助けだ。お前が口にした善意も理解もシーリンにとっては一番の皮肉だ。あんたが何を言おうと彼女たちは確かにシーリンの心にいた。果てしない暗闇の中でシーリンは終わらない夢を見てた。あんたにないがしろにされたぬくもりは夢の中で彼女が最も手にしたいと願った宝物だった。生まれ変わって普通の人として友達を作って平凡で幸せな家庭を手に入れることを彼女は願ってた。彼女は両親の愛情を、母親の声を、その腕に抱きしめられたぬくもりを欲しがってた。彼女は希望を、幸せを求め、セシリアから教わった言葉を何度も繰り返した。その全てはコアの記憶に刻み込まれ、時を超えてその最後の祈りを未来へと届けると新しい意識を育んだ。それが私だよ。私はシーリンが願ったもう一つのチャンス。表と裏だって思ってもいいけど、人の心はそう単純なものじゃない。私たちはシーリンの願いから生まれた二つの魂。同じ木から生え、違う方向へ伸びた二つの枝。私たちは彼女の感情と記憶を共有してるのに、全く違う道を選んだ。何があんたに影響を及ぼしたのかはわからない。実験の苦しみ、崩壊の扇動、それともコアに刻まれた憎しみ。あの断片的な記憶は私にとって温かい夢だけど、あんたにとっては耐え難い呪いだった。同じ記憶でも違う目から映れば違う景色になる。そうかもしれないね。お前が何なのか知らないし、気にもしない。私が生まれた意味は全てを壊し、この世界に滅亡をもたらすことだ。人類はシーリンを苦しませ、彼女に全てを失わせた。だから、彼女の怒りを受け止め、相応の代価を支払うべきだ。誰もその禍根からは逃れられない。憎しみの輪は永遠に終わらない。今のあんたは、あんたの嫌いな人類と同じ、
新たな苦しみを生み出してるだけだ。だが、お前は私を止められない。数えてみるといい。家族、先生、友人、今までお前のせいでどれほどの人がこの終わらない悪夢に巻き込まれた。彼女たちは帰る場所を失い、命を失う者すらいた。そしてお前はただそれを見ることしかできず、何もできなかった。ああそうだ、こいつもいたんだったな。ベナレス、忘れたとは言わせない。お前のせいで死んだんだから、たとえお前もシーリンだとして、それが何だと言うんだ。お前には私に対抗する執念がない。ほら、コアが選んだのはこの私だ。なぜとどめを刺さない。どうせ一度は殺したんだ。お前にとっては造作もないことだろ。そいつはあんたが作った幻影に過ぎない。どうやらここは支配劇場じゃなく私たちの意識空間なんだね。それなら私にも同じことができるはずだよ。何を企んでいる。今までリチャコアが私を拒んでいたんじゃなくて、私がコアを拒んでいた。過去の残響が怖かった。あんたと一つになる事実を受け入れることが怖かった。向き合おうと決心したのに、心の中で無意識に逃げてた。でもそんな弱さも今日までだよ。私は向き合おうとしなかった過去、封印した記憶、そしてあんたにまつわる人生にちゃんと向き合う。それらを乗り越えて本当の自分を受け入れる。
培養層番号 K423。 そう、ここだよ。ここが私の起源、私たちの起源だよ。シーリンは命の最後にやり直したいと違う始まりを願った。その願いから私たちは生まれた。生まれた？美化が上手だな。これがあの男の汚らわしい罪だと忘れたのか。かわいそうなシーリン、死んだ後も安らかに眠れなかった。人類は彼女の遺体を奪い、そのコアを分割し、彼女が存在した痕跡を実験台の数字にした。奴がお前と私を作ったのもその欲望を満たすためだ。自分の目的を果たすためにお前の周りの人たちを操ってもてあそんでいた。でも止めようとしてくれた人もいた。あのバカバカしい計画を、悲劇が再び起きることを止めようとした人たちがいたんだ。彼らの選択が最初の変化をもたらした。守衛に気づかれないようにしてくれよ。彼女を助けた後、彼女はどこに行くの？ネゲントロピーの人間が彼女を引き取るさ。私たちと一緒に来れないの？彼女に会いに行くことはできる。じゃあ、なんて呼べばいいかな？名前は？私とそっくりだから、妹だって思っていい？どうだろうな。ジークフリート。またこの男だ。お前という偽物を助けるために彼は本当の娘を失った。皮肉だな。彼は幸せな家庭を、人生を持っていたのに、シーリンとお前は彼にとって最も大事な二人を奪った。私はその罪悪感からこの記憶に向き合おうとしなかった。そして私の弱さはあんたにチャンスを作った。でもあの人たちがくれた善意を私は忘れたくないし、忘れるべきでもなかった。K423、 天命が作った律者実験体。あの時の私は真っ白で、この世界に対して何も知らなかった。
でもあの人たちが危険を冒して私を助けに来てくれたからこそ、私は誰かに認められる人類になれた。それが全ての原点だよ。バカバカしい。そんなにこの培養層が好きなら、ここをお前の墓にするのはどうだ。誕生の話をしたから、その後の話も見てみようじゃないか。ああ、懐かしい景色だな。ここを覚えているか。東シベリア、2010年、私が初めて覚醒しこの体を支配した日だ。あの男が娘を失った後、お前を渡すことを拒み、お前を連れてここに隠れた。ネゲントロピーも天命もお前を探していた。彼らは突撃隊を派遣したが、残念ながらお前に気づかれた。その後、何があったか、お前は決して忘れない。そうだろ？あんたは私の中で、私の孤独と恐怖を養分にしてた。私が一番弱ってる時に、あんたはその隙を狙って体を奪った。ああ、私はこの人間たちを全員殺したんだ。あのバルキリーたち、あまりにもしつこいから殺した。あの隊長、私を攻撃することもできたが、お前が子供だということに気づいた時、彼女は迷った。その結果、命を落とした。それとお前の父親、あの男はベラとシーリンに害を与えたから、私は迷わず彼の腕を切り落とし、炎の反税を受けた彼を放置した。彼はあの剣で私たちを殺せたのに、そうしなかった。できなかったんだ。お前を娘として見ていたから。全部お前のせいだ。恥ずかしいと思わないのか？平凡？幸せ？愛？お前にそんな資格はない。お前は悲劇だけを生み落とすからだ。この雪原で起きたことのように。
最初からやり直す？なぜそんな甘い考えを持つ？世界はお前に悪意だけを見せる。なぜならお前の存在こそが世界への脅威だからだ。漏れそうにない。だが覚えててくれ。俺はずっとお前を愛してる。パパ、何言ってるの？心配いらない。俺は無事だ。こうするのはお前を守るためだ。許してくれ、キアナ。どこに行くの？嫌だ！行かないで！キアナ、約束しただろ。カスラナ家の戦士は全てを犠牲にしてでも誰かを守ると。うまくやれると信じてる。お前は彼女に負けない。絶対にだ。だってお前は俺の娘なんだから。パパは最後まで私を娘だと思ってくれた。あんたの存在を知ってるのに私に名前をくれた。戦うことと自分の力で最愛の人を守ることを教えてくれた。私から距離を取ったのも私を守るためだった。あんたはパパを憎んでるから近づくことで覚醒するきっかけになると気づいてたんだ。だからパパは私を友達に託して陰で私を守ってた。今思い返せば最初の流浪生活もきっとパパが守ってくれてたはずだよ。からメイ先輩やブローニャと出会ってセーフレイヤーに来て、テレサ委員長、姫子先生に出会った。そして美しい世界を守るために戦うと誓った。パパがいなかったら今の私もいない。それにパパとの約束もあるから、絶対にあんたには負けない。セイフレイヤー。
その全てを壊したのはお前じゃないか。そうだ、そろそろこの話に入ろう。お前の最も苦しい思い出、受け入れられない事実。ここを覚えているか？ああ、忘れるわけがないな。10分後、彼女は死んでしまう。お前はいつもこの話題から逃げようとする。人形の前でもそうだったし、今もそう。だがお前は分かっている。あの時、私は確実に彼女を殺した。ああ、いいことを思いついた。ここで彼女を怪我させれば、彼女は前線に出ることなく犠牲になることもない。お前も満足する。どうだ？私は優しいな。そうはさせない。ただの記憶の中の話で現実が変わることはないというのに、本気になってどうする。お前の望み通り、彼女はまた戦場に行き、全力をかけて何の意味もなく死んで敗者になる。姫子先生は敗者なんかじゃない。じゃあ彼女が何を救ったのか言ってみろ。彼女が死んだ後、聖フレイヤはバラバラとなって、学園からは人が去り、名前だけが残った。ライデン・メイはお前を裏切った。ブローニャもお前から離れることになる。違う、彼女たちは私を助けてくれた。姫子先生は私を助けてくれたんだ。彼女はお前に呪いをかけた。この全てを終わらせるチャンスはあった。そうだろ？あの日、炎に包まれた天球師で
お前は銃で命を終わらせようとした。トリガーを引くことはできたが、お前はそうしなかった。なぜなら、お前は生き延びようとしたから。あの女が生きろと言ったからだ。一生続く自責の念と罪悪感を覚えながら。それこそが、お前が私から永遠に逃れられない理由だ。彼女はお前を救ったが、お前の心に呪いをかけた。それは永遠に癒えない傷、永遠に拭い去ることのできない後悔だ。彼女の執念はここにある。そろそろ決着をつける時だ。クレイグジェム、懐かしい感触だ。シーリンは6つのジェムを持っていたが、今はその半分しか残っていない。だがそれもさまつなこと、私が全部奪い返してやる。私はあんたを止める。お前にはできない。一つ教えてやろう。さっき見た回想の中で、私に殺されたあの突撃隊の隊長のことを覚えているか？彼女の名前はラグナ、天命のバルキリー教官、村田姫子の先生だ。お前は彼女を死なせ、突撃隊を壊滅させた。偶然作戦に参加していなかった姫子だけが生き残った。しかし彼女は帰る場所を、先生と仲間を失った。居場所を失った彼女は本部から離れ、遠い極東に行くことになる。皮肉なことに、そこで彼女はまたお前に出会った。私たちにそんな記憶はない。あんたがそんなことを知ってるわけがない。しかしこれにはわかる。彼女の迷い、苦しみ、あがきはその最後で走馬灯のように現れ、プレイグジェムに細かく記録された。
女の運命は完全にお前にもてあそばれた。お前が彼女の人生を変え、彼女に死を与えた。まさに茶番だ。村田姫子、彼女こそが最高の証明じゃないか。お前が思うヒーロー、理想の殉道者だ。彼女が自分自身を燃やし、希望をお前に押し付けた。そしてお前は罪を償うために生きる屍となった。あんたはただ彼女を憎んでるだけだ。いや、キアナ、私はこの半年間お前の目を通して、お前の一挙手一投足、お前の体験した全て、喪失、離別、繰り返す失敗を見てきた。お前は全身全霊で赤の他人を助け続け、命を落とし、友とも離れ離れとなった。その結果、お前は人間どもに恐れられ、仲間外れにされ、後ろ指を刺されてしまう。奴らはお前を受け入れなかった。お前の力を恐れているんだ。だから徒党を組んでお前を仲間外れにし、お前に責任感を植え付けた。そうすることで安心してお前に守ってもらえるのだ。お前に救われた人たちは、これからも次から次へとやってくる悪意に押しつぶされ、しまいには自分の不幸をお前のせいにすることもあるだろう。そしてお前をヒーローだともてはやす人たちは、偽りの仮面をかぶり、ただお前を利用してお前に近づき、お前を壊そうとする。お前に感謝していた人のことを覚えているか？確かソルトレイク基地のスタッフだったな。彼女もクグツの一員だ。彼女がネゲントロピーの情報を漏らしたせいで、律者は二度も簡単にネゲントロピーの基地に侵入することができた。それが村田姫子が命を犠牲に手にした結果だ。お前は永遠に奴らを救えない。なぜなら奴らは救われたいと思っていないからだ。この劇場にいる人たちはみんなそうだ。そしてこの劇場の外の世界も相変わらずそう。テレサ、ジークフリート、セシリア、みんなそうだった。彼女たちの善意は別の悪意に踏みつぶされ、一生をかけた努力は一夜のうちに蹂躙され、信じてきた理想も価値のないものとなった。そんな世界を前にして、お前はまだ美しい世界を守るために戦うなんて言えるのか？
私は信じることにする。口だけの偽善者め。私はいろんな人の夢を見てきた。律者のコアに残された意識の残響、記憶のかけら、彼らの人生、喜びと悲しみ、私には全部感じられる。誰しも苦しい思い出は持ってるし、窮地に立たされて絶望を感じることもある。けどその後、彼らは必死に立ち上がって、傷だらけでも生きようと頑張ってきた。善と悪はまるで私とあんたみたい。誰の心にも存在して、同じコインの両面、離れることのない光と影みたいなもの。確かにあんたの言った通り、世界は美しくない。だから人々は美しいものを心から望む。それが私の理由だよ。善と悪が共存するからこそ、悲劇を乗り越える明日を作るため必死に努力しないといけない。誰にでも世界をより美しくする機会があると私は信じてる。善意を持つ人はこうやって現れ、受け継がれていく。たとえ自分の結末は美しいと言えなくても、恥ずかしくはない。堂々とした人生だよ。私の周りにはそういう人がたくさんいる。彼女が、彼女たちがそうしたから私はここにいる。私は彼女の理想を、彼女たちが守ってきたものを信じたい。私がここにいる限り、彼女が、彼女たちが燃やした魂は永遠に消えない。善は信念が必要なものだが、悪には必要ない。そう、だからこそあんたやあの支配の律者はこの信念の強さを甘く見てた。これではっきりしたようだな。私たちが相入れる余地はなく、互いを理解する可能性もない。珍しいな、私たちの意見が一致するとは。もはや会話を続ける必要はない。お前と私一人しか残れないんだ。あんたはもう怖くない。さあ来て。全力で意味のないあがきをするといい。今こそ裁きの時。
残念だ。先ほどお前がそいつを倒すことができていたら敵は一体減っていたのに。どうしたんだベナレス、なぜ攻撃しない？まだわからないの？なんだと？ベナレス、ベラはシーリンの友達。彼女はシーリンが幸せになってほしいと心から願ってた。私たちはシーリン、彼女の願いから生まれた意識でシーリンの可能性なの。ただ私たちは違う道を選んだだけ。あんたの心にあるのは世界を壊す欲望のみ。でも私は自分の信じたいものを守りたいと思ってる。ベラにとって私とあんた、どっちの方がシーリンのなりたい姿だと思う？ベナレスがお前を選んだとでも言いたいのか？彼女は私たちに戦ってほしくない。彼女もあんたを救いたいと思ってる。君を捨てて幸せになってほしいと思ってるんだよ。彼女が選んだのは彼女が見たいシーリンなんだ。私の舞台だ。私の命令に従わない奴に存在する資格などない。消えろ裏切り者。裏切り者を味方にしたからって勝利した気になっていないだろうな。どうやらお前は自分の使っている力がどこから来ているのか忘れたみたいだ。調子に乗るなよ虫けら。お前に奪われた力、そろそろ返してもらう。え？これでいい。空の律者の力はもともと私のものだ。
お前は借りたものを使っていただけに過ぎない。まさか思い通りに使えていたから自分の力だと思っていたか。さあ、正々堂々と決着をつけようじゃないか。これが私たちの力の差だ。後悔するがいい。醜いぞ、しつこい。粉々に潰される前におとなしく自分の負けを認めろ。そしたら私も情けをかけ、痛みのない死を与えてやらなくもない。私は絶対にあんたに負けない。笑わせる。私にそんな口を聞くとは。その勇気一体どこから湧いてくるんだ。お前の仲間はまだ傀儡の相手をしている。誰もお前の助けには来ない。コアの力は全て私の手中にあり、お前が意識空間に与えられる影響もどんどん小さくなりつつある。あと少しで全ては私のものとなるだろう。よく見るがいい。お前にはもう何もないんだ。これ以上もがいて何の意味がある。確かに、あんたの言った通り、今の私には力がないし、全部無駄かもしれない。あんたと戦うどころか、こうして立ってるだけで精一杯だしね。でも、倒れるたび苦しくて、もう諦めようと思うたびに、どうしてかいろんなことを思い出しちゃうの。焦げたピザトースト、辛くないパプリカカレー、三人前のパフェ、光る羽、セーフレイヤーの正門、それと彼女の最後の授業。私を助けてくれて、導いてくれて、善意を向けてくれた人たちを思い出すの。彼女たちの笑顔、感謝、未来への希望。
女たちが私に差し伸べてくれた手、私にそれを思い出すとどうしても諦めるなんて言えない。今まで私はたくさんのものをもらった。勇気、祝福、希望、美しい記憶、全部ここにあって、重くて私にぬくもりをくれる。だから私は何もないわけじゃないんだ。なんだと？私は今まで私がもらったものを他の人たちにも届けないと。空の律者のコアは私の支配下にあるはずだ。もっと多くの人たちに届けたいから、ここで倒れるわけにはいかない。いや待て、これはプレイグジェムの力。私は彼女の理想を、彼女たちの理想を背負って進み続ける。なぜプレイグジェムがお前を認めた？あの女が使ったからか？違う、プレイグジェムは最初からあんたのものじゃない。その時は来た。残った意識のかけらのくせに、なぜ反抗する？死んだくせに、なぜまた私の邪魔をする？彼女は抗争を一度もやめたことがない。見て、これが彼女の炎、彼女の色だ。なぜだ？なぜお前は私に勝てると思うんだ？お前が善のシーリンで、私が悪のシーリンだからか？そんなものは最初から存在しない。私が善を選んで、あんたが悪を選んだだけだ。終わった。ああ、終わったのか。ジェムの力がお前へと流れていく。私を捨てて、お前を選んだんだ。どうやらお前の信念の方が勝ったというわけだ。この力を、ちゃんと使いこなすよ。勝手にしろ。私が消えたら、お前は楽になるだろう。私はあんたが犯した罪を背負う。それが、私の責任だから。それはお前が決めたことだ。私に伝える必要はない。何も知らないまま生きることも、無実の実験体として死ぬこともできたのに、お前はこの道を選んだ。
シーリンの手に染みついた鮮血、彼女の悲しみと絶望、人類全員が向き合う善と悪の矛盾。お前は残った人生でそれを背負わないといけない。努力する。この世界に二度とシーリンが生まれないように。もういい、お前の同情はいらない。勝者が残って敗者が消える、そういうルールだ。異論などない。さよなら、空の律者。さよなら、もう一人のシーリン。お前の考えに賛同はしない。だが、お前の勝ちだ。お前の道を歩むといい。そうだろう。できるだけ最後まであがいてみせろ。